未来岡山。外国人の皆さんにより分かりやすく情報を伝えるためには、どのような言葉を使ったらいいでしょうか。はい、難しい言葉を使わないで、一つの文を短くし、言葉を簡単にします。そして、書き言葉は語の区切りに空白を入れる。漢字を使うときには、ルビを振るなどの工夫をすると分かりやすくなります。例えば、このように言い換えると分かりやすくなります。その他にはどういったことに注意したらいいですか？カタカナや外来語はなるべく使わず、ローマ字も使わないようにしましょう。曖昧な表現、二重否定も分かりにくいので避けましょう。そして、例えば地震、台風など災害時によく使われる言葉はそのまま使いますが、年号、年度などは避けて、西暦を使うなど、時間や年月日は外国人に分かるように伝えましょう。阿蘇県向かう道は通行止めなんじゃ。じゃけんみんなこの道から歩きょんよ。あそこの道行けないよ。だからこの道から歩いていこう。例えば、このように言い換えると分かりやすくなります。こちらの用紙に記入して相談窓口までお持ちください。こちらの紙に書いて1番に出してください。例えば、このように言い換えると分かりやすくなります。最後に一言お願いします。岡山市では様々な情報を外国人に発信しています。今回ご紹介した優しい日本語を学べる講座も年2回開催しています。外国人と接する方はもちろん、高齢者や小さい子どもとコミュニケーションを取る皆さんにとっても役立つ講座です。ぜひご参加ください。詳しくは岡山市国際課のホームページまたは Facebook をご覧ください。また岡山市では外国人総合相談窓口を設置しています。生活の中で困っていることや市役所での手続きなど無料で相談を受けています。ぜひご利用ください。